はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプチなんですけども、今日はビンスモーク3時使っていこうかなと思います。今回の料理人特集の普通のガチャキャラ枠になっているんですけども、今回のこの3時なかなか注目されている注目株になっているんじゃないかなと思いますね。勝利演出等々の演出がね、まあ素晴らしいんですよね。3時の新バージョンも初期から登場した、まあ約2年ぶりの登場なんですよね。この勝利演出もなかなか素晴らしい。小学校ぐらいの頃にね、この動きしてるおっさんをね、自販機の前で見かけたんですよね。そうや、あの人3時のファンやったよね。で、必殺技に関してがまさかの最大 HP ダメージ、これはね意外でしたね。で 117% でダメ減貫通持っている、んで HP 血統忖度回復持っているんで、だいたいまあこれラス枠4枠目にぶち込んでだいたい4個割とかするんで、4万回復しながらバチ殴りできるという優秀さで、ダメ減貫通持っているんで、最近ねダメージ軽減一旦ダメ減張ってくる人結構増えてきたんで、まあなかなか有効なんじゃないかなと思いますね。で友情技がね僕素晴らしいと思っているんですけども、必殺変換&プチ変換&ガード短縮バフというわけで、ついに来ました、必殺変換&ガード短縮。これなんでこれ優秀かっていうと、まあ、血統で 23% ガード張ってくる人めちゃめちゃ多いんですよね。それを取り除けるってことは、つまり4分の1カットを取り除けるというのがまあ優秀な点。この 23% ガード張ってるかどうかで勝率マジで変わるんですよね。それを剥げんのはさすがですね、この3時。しかもバフもついてるんで、まあ超火力を叩き込めるという状況ですね。レディの顔に傷を残す気かというわけで、残す気満々のムーブ一生傷というわけで、で特性に関してが毒ダメ軽減&必殺ダメアップと使っていくんですけども、挑んでいくダンジョンは一流さんというわけで、皆さんに速報ですわ。赤属性キャラ使ってみたサンドバッグ、なんとまあ更新されました。はい、拍手。これはね、国の決定よりも素晴らしいことが決まりましたね。いやー、まさかね、この2021年令和にもなってサンドバッグ要員が更新されるたちと思ってなかったんで、嬉しいことまっことなんですが、性能等と演出等と見ていこうかなと思います。まだ演出見ておりません。で火力もまだ見ていないんですよね。どんだけ火力出るかなかなか楽しみではあります。まあ、必殺特性ともに無凸なので、まあ火力はあんまり出えへんのじゃないかなと思うんですけども、体力タイプなんでね。おー、かっけー。あ、43,000。おお、43,000。あんたさん、ほんまに女の子大好きか。見てみんしゃいよ、この目の前に座ってらっしゃるこの一流さん。女の子やで。顔に傷残す気満々なんですけども、43,000か。え43,000、マジ嘘やろ。あ、そんな火力出ましたか。で、ダメ減貫通持ってるんで、一番優秀なそこなんですよね。まあ、大体今現在の、体力タイプ決闘でのラス枠って、あの人やったんか。その枠がこの3時になるんで、だからあの人って確かダメ減貫通とか持ってなかったよな。だからまあこれからラス枠3時安定になるんちゃうっていうぐらい、ちょっと火力めっちゃ出た。びっくりしたな。これはぜひともイタチ、43,000。これ無凸やからね。みなちゃん、みなちゃん、みなちゃんっていう同級生いたんですけども、みなさん、これ無凸やで。無凸でこんな火力出んのか。いやー、これはちょっとさすが今回の料理人特集、珍しいことに外れないと言われたそのガチャを、まあその
名のごとく、その名に恥じることない行いですね。この三次はまごうことなき当たり枠の、まあ、むしろ限定でいいんじゃないかっていうぐらいのキャラになってますね。ダメゲン貫通今後ね結構価値上がってくると思うんです。これなんでかっていうと決闘新環境になりましたやんか。それでダメージ貫通が結構増えてくると思うんですよね。それは一旦ダメゲン、既存のキャラで言うと、ホークスとか、赤属性の相沢先生といった、あと黄色で言うたらリナリー・リーさんとかの友情技、ジャマプチ4個変換してプチ変換して必殺変換して一旦ダメージ軽減というのがラス枠結構増えてくると思うんですよね。あと、まあそれで言うとジャマプチ変換の必殺変換、限定キャラで今年から登場しているあれ系も増えてくると思うんですけども、その2種類結構増えてくると思うんですよね。でまあ大体限定キャラ持ってへん人多いと思うから、その一旦ダメゲンは普通のガチャキャラなんで持ってる人多いと思う。僕もね採用してるので、その辺がねなかなか増えてくると思うんですよね。ってなったらこの3次マジで今後活躍の幅広がっていくんじゃないかなって思う。ちょっといいね。体力タイプパーティー僕無視してんねんな。っていうのも、まあ、強いキャラクターが僕全くいないので、今回のトリコもスルーするし、課金したいねんけどちょっと余裕がないので、でマタナ悟空も僕無視してるんで。でもねこの3時フィニッシャーとしては十二分にご活躍されますな。めちゃくちゃ強いぞ僕この3時。まあ仮キャラ的にはよく分からへんねんけど、まあキャラのその説明文見たらなんかビッグマムなんかうまいケーキ食わして気絶させてみたいなこと書いてあったんですよね。そういやビッグマムって4個やねんな。それ最近知ったんですけども、ビッグマムってめちゃくちゃ強いんですよね。最新の僕アニメワンピース今現在進行期中で未中なんですけども、最新のやつ、ワノ国編のあれ、最新話ちょうど昨日かやっていたワンピース、まあ見てへん人はここで動画終わってほしいねんけど、ビッグマムとルフィがねちょっと相対するシーンがちょっとあったんですよね。お互い共に覇気使って、覇気の僕 BGM というか効果音好きなんですね。ブーンっていう、たまに僕寝てたらあの音出てるらしいんですけども、その音ブーン言うてそのビッグマムとその拳を交わすシーン、キングコング感やったかな、なんかすごいでっかい手のルフィと、あとビッグマムがただ覇気使ったただのパンチで相対した時にルフィが負けたんですよね。押し負けてん。あのすんごいでっかい技使ったルフィとただのパンチ、ただパンチ、友達とじゃんけんして、あ負けた肩パン来いやっていうノリのパンチでルフィが負けたんですよね。ってなった瞬間にビッグマムってそんな強いのと思って。だって四皇ってさ、あのシャンクス、赤髪のシャンクス、あのシャンクスとまあ言うたら一緒の班で一緒の班として闘技校やったはるんでしょ。いやー、あのシャンクスと同級生っていうのにちょっと初めて知って衝撃を隠せなかった。あルフィお前あんなサンドバッグ、まあ、この僕ビッグマムイコールサンドバッグですから、そんなんも言ったら言ったらどうせこれで勝つんちゃん的な感じのことも思ったんですけども、まさかの負けたんで、まあこれからね話進んでいく上でなんかルフィすんごい技出して多分勝ってくれるとは思うんですけども、一番最初の相対したファーストアクションでは負けたんで、と思って。ルフィが弱いはずないもんな。だって今何億とかでしょ、15億とかでしたっけな、なんかそれぐらいの懸賞金でしょ。と
確かそういやビッグマムって懸賞金なんか30億ぐらいいってなかったっけシャンシャンやったっけ、リンリンやったっけな、すごいよね。てかちょっと見直しましたわ僕ビッグマムのことを。そんな強いんやと思って、僕は完全にネタ枠としてこのジャンプチの世界の中で、まあ、扱っていたんですけども、あかんね、僕みたいなもん冗談抜きで小指でいかれるよねルフィがただのパンチで負けたんならば、僕みたいな凡人小指、いや髪の毛抜いてそれ僕に当たっただけで多分スパンっていく、寄生獣みたいにスパンって多分首持っていかれるんちゃうかな。僕恐怖を感じました。はい、まあぜひともね、これからもジャンプチの世界ではサンドバッグとしてまあご活躍いただこうかなと、まあ、思ったんですけども、このサンジの名シーン、オーナーゼフトの風邪ひくなよのあのシーン、僕たまにその話見て涙することがあるんですけど、僕ワンピースのなんていうのかな、その詳しいことはよく分からへんね。だからオーナーゼフとの出会い、どういう関係かっていうのは全く分からへんねんけど、その風邪ひくなよのクソお世話になりましたのあのシーンだけで僕泣くことができるんですよね。あ、感動シーンやなっていうことは分かるんですよ。っていうことはつまりよ、僕しっかりアニメ全話ちゃんとみっちり見たら僕どうなってしまうんでしょうね。泣きすぎて多分ショック症状を起こしてしまう可能性があるので、その自信しかないんですけども、見たいんですよねワンピース。ワンピースナルトめちゃくちゃ見たい。ここで朗報なんですけども、ナルトの全巻買いました。はい、ありがとうございます。もうね、前動画で言ってたんですけども、ザブザとハクのシーンを見たんですよね。5巻ぐらいまで今なんか各そのメディアみたいなところで5巻までナルト無料になってるんで、それ見たんですけども、ちょっとね、こんな、これちょっと想像以上にえぐいなと思って、今70何巻まで出てるんやったかな、買いました全巻。はい、もう Kindle でポチってしまった。うん、もうね、値段とか関係なくポチってしまったんですよね。ほんまはその金トリコに使おうかなと思ったんですけども、さすがにナルトの漫画の方が買っちゃった。というわけで3時使っていったんですけども、強すぎてビビったわ。